一番自分の脳を焼かれた馬娘教えてに対するみんなの反応集。一番自分の脳を焼いた馬娘は誰だろうか。左下、現在進行形で右上。スレが4人の垂れ目が俺を狂わせる。画像の4人ならまーちゃん、馬娘全員ならまーちゃんだな。俺はもうまーちゃんだよ。レンズ君自重しろ。火力も範囲もトランが頭一つ抜けてたな。実装後はここもトランに脳を焼かれたトレちゃんで溢れてたし。俺は実馬にもハマってしまうからまーちゃんが存命だったら大変なことになってたはず。トランとミラコーも面白い子であってみたい。ユニちゃんの最後の最後で巨大感情をぶつけられてタイトル回収された時はさすがにこんがり焼かれた。イチャイチャ系だと多分エアメサイアもヤバいことになると思うから気をつけろよ。鈴鹿シナリオやった後に福キタルのそれぞれの展示で死んだ。個人的な感覚で一番スレ立ちまくってるなって感じたのはミラコ、自分が焼かれたのは福キタル、馬娘を触り始めて壊したのはキングヘイロー。一気からの総和 TM オペラ王に脳焼かれてる。シャカールのシナリオに脳を焼かれた。一緒に地獄を見よう。夢女の鏡、もう追いつけねえじゃねえか。始めた理由はセイちゃん、焼かれたのはシティさん、この中だとユニちゃん。URA 優勝すらおぼつかなかった頃に気になって引き換えた会長、シニア12月にもう少し勝てると思ったんだが、とか G1 全然取れなくて春の盾だけは。って言わせたことが今でも心に刺さってる。自分のせいで本来もっと活躍できた子を弱くさせちゃうと心に残るよな。若子まで負けさせてしまった帝王でそれは思ったよ。今は条件満たしても一着じゃなかったら時計使えるけど初期というか最近まで使えなかったからな。俺の脳を焼き続けてる夢。夢女やろう。ちゃんとカトランのシナリオがギャルゲみたいに言われがちなのもわからない。かなり熱い話も多くない。ちゃんであの空き店に突っ込めてイベントあるのめちゃくちゃ好き。勝ち負けのパターンが多すぎる。ウィンディちゃんのシナリオは可愛いウィンディちゃんとかっこいいウィンディちゃんと熱いシナリオが摂取できる完全食だ。脳を焼かれるって感じではないけどバーバ実装後はバーバの魔法を名乗るトレーナーが増えたな。トレーナーが毎回どこまで干渉できるかわからないからカフェとか綾部さんみたいな危うい子に対してどこまでしてやれるんだろう。ってヒヤヒヤしながら見てる。その分プルーにたどり着いた時の満足感がすごい。当時はふーんって感じで見てた JRA の夢の第11レース、馬娘始めてからそのメンツのヤバさを知ったし一番サイレンス鈴鹿で泣くようになってしまった。一枠一番のサイレンス鈴鹿いいよね。実は王座組みんな好き。強し、お前いつ来るんだマジで。マーベラスシナリオで脳が焼かれましたなるかな。俺の毎日もマーベラスになるかな。目に映る全てを楽しむことができるなら君もマーベラスだよ。生きてるってそれだけでマーベラス。マベチン不意の火力高すぎるよね。普段明るい子がどん底まで曇るのを周りの必死のフォローと本人のやる気で覆すけどそれでもマベチンは辛くて我慢してたって最後の最後に告白して大泣きして信頼してる大人にトロするのはちょっと一緒に窮屈そうになった。自分は実装前の時点でフレディさんの漫画で脳を焼かれました。その後に実装したシナリオはねウェルダンだった。川上プリンセスはギャグ寄りのキャラされてるから実装してシナリオ見たらあれよ。かわいい、守りたい。バンブー以上愛者ここにも湧くのか。タキオンさん。スペちゃん、焼かれてるの脳だけ？股間も焼かれてない？桜爆心王かな。どことなく上と綾みたいだし好き。メジロラモーヌの勝利をセリフの愛してるに持ってかれた。スレガだとネオユニだ。前年のダービーに続いておじさんに連れて行ってもらって2003ダービーも観戦して馬の方にも思い入れがある。基本的にイフを書いたシナリオは脳がやられるけど自分の一番はギムレットだ。ツインターボやな。わがままが可愛いし小学生ハーハー。ワイもターボちゃんや。アニメと育成シナリオで焼かれたんや。ユニちゃんのシナリオすげえ綺麗に終わるから読後感がすごくすごい。サイレンス鈴鹿のレース中に骨折後に安楽死は泣いた。ライスシャワーも忘れないで。貴族感ある第一ルビーかな。同じくルビーやけど、舞台からや走って勝ってウィニングライブ、という馬娘の世界を初めて直に体験できたのがルビーの本能スピードからだから。声も喋りも髪もふわふわなしミラクルが一番いい。セリフも押し付けがましくないしくどくないのも好感。ホームに置いてつついてるわ。メジロアルダンは重かった。アルダンのシナリオが純愛ストーリーとして完成されすぎてて脳焼かれましたわ。大宅ヘリオスシナリオは失恋のような寂しさを感じたけど、
それでもめげない彼女を見るとこれからも頑張れって気持ちになるし、楽しそうにしてるヘリオスが出てくるシーンがあるとすごく嬉しくなる。タキオンが一瞬の激しい閃光で焼き切りまくってるのはわかる。ひょうひょうとしてるタイプのキャラに後から真意と熱意が明かされる展開はその場面の瞬間火力最大なんだ。多分せいちゃんなんだけど、その後のタイトルホルダーで焦げてるせいで本当に焦げてるのかわかんないや。パルオバは考えさせられるテーマで心に残ってる。失踪ボタンを押した時の姉ちゃんに焼かれた。あそこの声色いつもとちょっと違うのずるい。ラインクラフト、ビジュアル、ベリーグッド、シナリオ、ゴッド、キャスト、ジョベリバー。脳を焼かれたのはタキオン筋肉痛の腹筋を執拗に焼かれたのはフクキタル。俺は、バーバのシナリオに出てくるオペラ王に全身を焼かれた。あのオペラ王はオペラ王ではない。馬神である。以上。三冠時代はあんなに強かったのに、飽き点には見るも無残な捨てと適正になってるローレルシナリオのブライアン。俺は馬娘全員に焼かれた節操なし野郎。スレガだとやったことあるのはユニちゃんだけなのでユニちゃんです。でも実際全員育成してその都度焼かれてるよ。みんな可愛いよね。今は、オルフェの育成で焼かれる用の脳を育ててる。新人の鏡。ツルちゃんは有馬がグラスのかオペのかで色々変わりそう。メイン4章のブライアンに脳を焼かれた。曲と合わせて以来最推しです。最近はすっかりギャグキャラ扱いだけどアニメやメインストーリーのマックちゃんは間違いなく名優。稲荷湾全のロブロイマーベラスさんでー。現在ピックアップ中のノースフライトを引くとノースフライトのシナリオが楽しめる上にマーちゃんを受動喫煙できるのでおすすめ。KS ミラクル、良い子、やばい子、可愛くてかっこいい子、偉い人で情緒振り回された。ファン感謝祭の無言も好き。なんだかんだどれも良くて毎回焼かれてる気がしないでもない。焼く頭がもう残ってないのに焼いてるわね。イベントでダンチフレームが出てきて喋ってるよ。声が、いやらしいよ。こんなの耐えられないよ。グラスワンダー、初見からいい知れようのない懐かしさを感じた。ファルコンのドタバタ劇もなかなか良いな。リリース当初に少し遊んですぐやめるつもりだったけど確かに脳を焼かれて今も続けてる。姉ちゃだな。一見冷めて見えるけど本当はキラキラになるのを諦めきれないし、いつまでも三脚になってしまう自分が嫌で悔しくて本気で抗って変わろうとしてるところがいい。シナリオもいいけどキャラストもいいんですよ。感情のぶちまけで脳焼かれたトレーナーもトレーナーでいいキャラしてるし、最近ネタキャラになってるけど一番感動したのはケイちゃんかな。久しぶりに読み返すといつでも泣ける。フラワーめっちゃ良い子で泣きそうになって絶対勝たせるぞって思ったの覚えてるわ。アニメ一期でキングヘイローが気になって、アプリ来たら育ててみるかとか思っていたなぁ。そこから数年待たされるとか、いざ出たら出たで楽いいキャラに仕上がっていたりとか色々あった。最推しは鈴鹿さんだけどシナリオで脳を焼かれたのはキング。エイシンフラッシュアー、なんて美しい娘なんだ、とトレーナーさんだけでなく自分自身が一目惚れした。スイープ東証のかっこよさを全人類に知ってほしい。万分の夢女は実況の大御所の可能性があるから。アニメ2期でターボのこれが諦めないってことだー。でパチパチ弾けて脳みそ幸せだぜ。アルダンとアルトレの覚悟がんぎまり激甘いチャラブストーリーにはだいぶやられた。あんなの口から砂糖吐く勢いだし披露宴はいつですかって感じ。それでは今回の動画はここまで。ちなみにウマ娘はゲームも漫画も面白いけどアニメ版も最高だよな。Unext なら無料で31日間視聴することができるから興味があったら概要欄のリンクをチェックしてみてほしいぜ。なんと、一気見しちゃうわ。次の動画もぜひ見に来てくれよな。ご視聴ありがとうございました。